はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。本日やっていくのはこちらということになるんですが、海南学派ということになります。はい、海南学派ということになるわけなんですけども、土佐を中心としてですね、はい、土佐を中心とした朱子学の一派ということになります。まあ、朱子学は前も言った通り、もうとにかくひたすら道徳やっとるやみたいな話の学問が、まあ、朱子学と覚えておいてください。はい、で、この朱子学、もう要するに海南学派ってもう人としてちゃんとしなきゃいけないみたいなね、ことを学問としてやってるのはこの海南学派ということになるわけなんですけども、まあ、作り上げた、もうこの海南学派として有名なところは誰ですかって言ったら、南村の売店。はい。南村売店。はい。ということですね。はい。南村売店ですね。ものすごい梅いっぱい作ってるのはそういうことじゃないですよ。梅が軒バーっていっぱいあるとかね。はい。そういうことじゃないということですね。はい。南村売店ということになります。はい。これにて、室町時代が、まあ、終わるということになるわけなんですけれども、皆さんしっかりと、教科書等でですね、しっかりと勉強していくことを心がけましょう。はい。まあ、私のはあくまで、授業としてはサプリメントみたいなもんですので、すべてね、正しくやれるってことはないので、ご注意くださいということです。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。